私美里がお送りしているスマイルハートビート、この時間は素敵なゲストをお迎えしています。この方たちです。どうも、ウィーバーのピアノボーカル杉本です。ドラムの川辺です。ベースの小野です。よろしくお願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。ウィーバーの皆さんに今日はお越しいただきました。昨年末以来ですかね。はい、はい、そうですね。あのクリスマスイベントは僕たちはあの名古屋と東京と大阪であったんですけどね。名古屋の時美里さんが MC として来ていただいて。楽しかったですよ。楽しかった。やりやすかった。いや本当ですか。本当に、はい、いやもうニヤニヤが止まらない、あのプレミアムな一日でしたけど。確かに、はい、リスナーの方からもすごい反響いただいて。あ、本当ですか。嬉しい。私も本当に行きたかったのにから、もう最高でした美里さん。あ、もうウィーバーも最高すぎるっていう。もうあんなことやこんなこと疲れて。ありましたね。ちょっとこっぱずかしいトークもしましたね。はい、でもあの夜はなかなかこう今回のアルバムの話がまだ伺えなかった時期だったので、はい、でね、今日はようやくもうニューアルバムすでに発売されてますので、はい、いろいろとお話伺っていきたいと思います。お願いします。3年ぶりとなるニューアルバムナイトレインボー、先週すでにリリースされております。おめでとうございます。ありがとうございます。本当に一人一人の新しい挑戦が詰まった新しい景色、ナイトレインボーを見させてもらってるなと思うんですけど、アルバム制作に入ったのはいつ頃なんでしょうか。そうですね、まあ曲自体は3年ぶりということで3年間ずっと作ってはいたんですけど、僕たち一昨年ですね、ロンドン留学半年間行きまして、でそこで本当に精神的にも作る曲もどんどん変わってきたので、そっからの曲を入れたいなっていう思いで行ったので、だいたいまあ2年ぐらいですかねの間ずっと曲を作り続けてました。曲作りはロンドン留学からはガラッと、はい、音が変わりましたか。音が変わりましたね。やはり、まあ、その精神的にっていうのも大きいかもしれないんですけど、やっぱりこう一度日本を離れてこう一度自分たちが今までやったことをリセットできたので、そこからもう一度自分たちがやりたいことっていうのを本当に一から見つけていけたので、なんか今までのテンプレート一回捨てて新しい音がどん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 生まれてきたので、なんか今回まあ分かりやすく言ったらシンセがどんどん増えて入っていたりだとか、ドラム特にリズムの音とかも前作に比べてめちゃめちゃいい音になってるなっていうのは感じますね。今までのテンプレート捨てるって相当な勇気じゃないですか、はい、だってそれでずっとやってきたし、それがなかったら今はないわけじゃないですか、はい、ある意味。まあでもなんかある意味そういうテンプレートに逆に縛られてしまって、こうじゃないとダメなのかなみたいな部分があったりもしたんで、そういう意味ではなんかこう自由に曲にこう取り組めたりっていうことも生まれたんで、という意味ではすごくいい方向にそれが生まれてたなっていうのを感じましたね。具体的に奥野さんだと何を捨てて何を入れましたか。はい、そうですね、でもやっぱその僕はまあベースをするじゃないですか、もう曲を作ってくるのが杉本でデモを作ってくるんですけど、そのデモの段階で、あ、この曲はこうしたいんだなっていう方向性がすごく分かってたというか、この曲はこういう例えばじゃあ80年代のディスコっぽい風潮に感じにしたいとか、なんかこの曲は今のなんかロック界になんかこう蔓延してるような J ロックの曲にしたいみたいなのがすごく伝わってくるんで、そういう意味でもなんか音のフレーズだったりとか音色だったりとかも、あ、こっちの方向に振り切ってみようかなとかっていう風にできて、それはやっぱ新鮮でしたね。そっか、ロンドン留学半年でしたっけ。はいですね、半年間の影響相当大きかったですね。川辺さん、歌詞作りってどうですか。はい、歌詞も変わりました。そうですね、やっぱりそのロンドンに暮らしてる間ってやっぱりこう英語使わなきゃみたいな感覚があってなかなか日本語で歌詞が書けなかったりしたんですよ。 それはなんか環境が合わなかったというか日本語が似合わない環境だったからかもしれないんですけど、なかなか書けなくて、そういうでも抑圧された環境にいたからこそ日本に帰ってきたらなんかすごく何でも自由に書けるようになった感覚があって、それは僕自身のもしかしたら成長もあるかもしれないんですけど、なんかこのバンドがそういう段階に来たのかなっていう感じがあって、やっぱりこう歌詞を書くにあたって、あ、今このバンドはこんなことも歌えるみたいな風にバンドがちょっと成長したから歌えるものも広がっていった感覚もあって、今回は今まで以上にこう自由にいろんなこと書けたなっていうふうに思いますね。そうか、今までは川辺さんが歌詞を作られてたじゃないですか、はい、で今回のアルバムで初めて杉君が歌詞、はい、これもう先輩として何かアドバイスがあったんですか。アドバイスとかないですけど、やっぱりこうボーカリストが自分が歌う人が自分のその言葉を書くっていうのはやっぱりそれだけでこうそれでしか書けないものっていうのがあったりして、僕がもしそれを書いてもなんか意味がないけれど、同じことを例えば杉本が歌う人が書いたらすごく説得力のある歌詞とかもあるので、今回はそういう歌詞に仕上がったんじゃないかなと思いますね。ありがたいお言葉を。ありがとうございます。頂戴しましたけど。ありがとうございます。精進します。はい、
歌詞作りはどうでした、杉君、はい。そうですね、やっぱり初めての作業だったのに時間はかかりましたね。曲はもう長年作ってるんで、こういう困った時はこうしたらいいみたいなのがある程度あったりはするんですけど、やっぱりそういうのがない状態から作るっていうのは、すごく大変だった分、やっぱり思い出も詰まった曲になりましたし。歌う時って変わるんですか？はい、まあ、やっぱりもう考えてる時からその楽曲歌詞のストーリーみたいなものが全部自分の頭の中で出来上がっているので、もう歌う時にはもう自然と歌える段階には行ってましたね。やはりやっぱり人の歌詞を歌う時っていうのはもう何度も何度も読んで、こういう思いなのかなって、言葉も全然違うじゃないですか、それぞれ持ってる感じ方とか、なんかそこを理解していく作業っていうのがあるので、やっぱりそういうところが違いましたね。そっか、リードのココもそうなんですけど、私はクローンがすごい好きで、クローンおしゃれ、すごい。やっぱりアルバム通して今の話でもありましたけど、やっぱり洋楽志向な音をサウンドになってるなっていうのと、クローンは新しいこうね遊びがたくさん入ってるなっていう言葉の合わせだったりとか、シンセでも含めてこういろいろアレンジしてて楽しそうだなと思うんですけど、レコーディングの様子はどうなんですか？そうですね、今回結構多くの楽曲で川野圭さんっていうアレンジャープロデューサーの方に入ってもらってやったりしてて、それはもうすごくスタジオ作業は新鮮でしたね。ドラム一つの8ビートの刻み方にして も、うん、もうちょっとニュアンスを変えるだけでノリが全然変わったりだとか、うん、今まで3人だったら発見できないこともたくさん教えてもらいましたね。そのビートが一番活かされてる楽曲って今回のアルバムだとどれになるんですか？そうですね、一番最初川野圭さんとやったのが口づけダイヤモンドで、それのサビのフレーズとかもそうですし、あとは You 2曲目の You の8ビート感っていうのも、もうハイハットをずっと、今まではダッ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 強弱がね、それぞれあったのが、それを全く強弱なく叩くことによって、ズッ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 っていう疾走感が生まれるようになるっていうの。まあ今なぜかドラマーじゃない2人が出てるんですよ。なぜかドラマーが一言も話さずに、ドラマーじゃない方が分かりやすく伝わるかなと思って全部説明しましたけど。そうだね、素人にも分かりやすい形で教えていただきましたけど、で師匠大丈夫ですか？大丈夫です、それで大丈夫ですか？師匠からも聞いていただきました。師匠何かあれば言ってください。本当に口づけダイヤモンド、そのユーもそうですけれど、一緒にこう川野圭さんとスタジオに入って、一つ一つのフレーズもやっぱこっち試してみようかっていうふうに試してみて、いやさっきの方が良かったなとか、そういう本当にバンドメンバーの一人になったかのように、もう本当に小さいスタジオに入ってずっとやってきたので、なんかそれがもうギュッと詰まったなんか一つの曲になったなっていうふうに思いますね。先輩たちにも引き上げられてのアルバムなのかなっていう感じもしましたけど、はい、自分たちのこうオリジナリティとか、ウィーバーってやっぱピアノロックバンドって言って、こう日本ではそこまでやっぱりなんて言うんだろうな、まだまだこうピアノロックバンドがもっとフィーチャーされていい時代になっていくのかなって私は勝手に思ってるんですけど、どうでしょう、これからの日本の音楽シーン、はい、そういった、うん、自分たちが引っ張っていく、自分たちがどう風穴を開けていくかっていうのが、はい、今年はすごい大きな年になるんじゃないかなと思うんですけど、はい、どんな野望がありますか？やはり今ではその今、まあ、基本的にギターロックっていうのは真ん中にいますけど、なんかそこに対してずっとジェラシーを抱いて、そこに対してなんか向かっていた感じが、今はなんかそことは別に自分たちはこの道を作っていくんだっていう、なんかそういう覚悟というか意志みたいなのがより強くできているので、なんか今はすごく、まあもちろん意識はしてるんですけど、自分たちなりに楽しそれを楽しんでやれてる感じがしてるので、なんかいい状態なら、このままやっていけばきっとなんか新しい道が開けてくるんじゃないかなっていうのは思いますね。ありがとうございます。アルバムナイトレインボー、ぜひ皆さん、その音の深さとかもそうなんですけど、みんながいろんなことができるっていうのもぜひライブでも体感していただきたいなと思います。引っ提げて全国ツアーが決まっております。ウィーバー、名古屋公演ですね、まず4月の10日になります。日本特殊陶業市民会館ビレッジホールで、こちらはですね17日ですと静岡でもありますグランシップ静岡中ホール、静岡よりも大阪が近いという方もいるかもしれませんね。はい、4月9日土曜日は大阪オリックス劇場で、これが初日になってます。あ、そうですね、はい、ナイトレインボーいかがでしょうか、どんなツアーにしたいですか？
そうですね、やはり今回そのシンセとかも増えてますし、まあ、今までもずっとこう3人がいろんな楽器をプレイできるそういうライブを見せていて、それがやっと具現化できた作品になっているので、本当にこの曲をそのまま表現していくと、それがあのライブで伝わるんじゃないかなと思ってますので、ぜひ楽しみにしててください。ありがとうございます。では最後にニューアルバムナイトレインボーから1曲お届けしましょう。お願いします。はい、ではニューアルバムから聴いてください。ここ今日はビバンの皆さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。行き場のない焦り、鍵はすでになくした。明日へ続く扉の前、信じてもいない奇跡とさえ呼ばない、君に触れたら時が止まる。星が舞うように何かに導かれて、抱えた孤独分け合いに来たんだろう。光の向こうへ決意とノークリア、目と目だけで伝わる。かりそめの人生を生きている気がしてた。本当の自分は誰だろう、誰なの。明日になればまた日常を生きてゆく。乾いた心を携えそのまま確かな今も忘れて。ニューアルバムナイトレインボーからウィーバーココをお送りしています。ナイトレインボーを引っ提げての全国ツアーも決定しています。タイトルはウィーバー11スター2016ドローアンナイトレインボー。名古屋公演は4月10日日本特殊農業市民会館ビレッジホールにて、私も足を運びたいと思います。ぜひ皆さんもウェブサイトなどチェックしてみてください。ということで今日はウィーバーの皆さんお迎えしました。ヒッツトレンディー、明日もお楽しみに。